いくわよ、プリプリ。どうも。違う、これ手短だけの動画じゃないから、みんなに迷惑かけちゃう。何がそういうボタン初めて。そういうこと初めて。そういうボタン初めて。もう言ってよ、そういうことはさ。高い高い。しっかりしなくていいんだ。高い高い。こんにちは、宮川大成です。あーはー、新しい。みんな本名名乗ってこう。寺島沖です。藤枝仁です。ということで本日の企画、横浜に来てもらったスペシャルゲストに感想を聞いてみよう。僕たち7月15日横浜アリーナワンマンライブ成功させたスカイピースですが自分で言っちゃったそこに遊びに来てくれたミヤ、そんなミヤからどうでしたか、そんなミヤからどうでしたかと聞いてみてください。どうでした？最高の景色でした。景色でした。どうでした？いやスカイピースのライブは、ね、めちゃめちゃ楽しんでみましたよ。楽しんでみました。めっちゃ楽しみました。あーよかったわ。いやミヤは本当にそれこそスカイピースさん初めてのライブとかも来てくれたりとか。そうよ、一番最初よ。あの時にスポットライトパッて当てたりしてね。うん、ありましたよね。今回いつスポット当たるんかなと思って。いや、そう、毎回当たるわけじゃない。いや、俺今日ないんだ。絶対嫌でしょ、当たるの。俺逃げる。追われる。ミヤは特別席でしたよ。ミヤどこでした、見たの？俺アリーナの一番後ろでしょ。ちゃんとスカイチームと同じ場所に入れたんですよ。そうなの？え、やっぱりゲストさん150名来てくれたんですよ。150名来てくれたんですけども、やっぱりこうアリーナっていうみんながこう一番求めてる部分っていうのはお客さんにできるだけ譲りたいから、ゲストさんは上になってしまったんですよ。なんですけどやっぱり家族とか仲間とかは一番いい席で見てもらいたいっていうので、まあそうね、親族だとかスカイチームだとかは、うん、その一番いい席を用意したんですけども、うん、いやミヤもそこでしょって。ああ、いやそこだったらどんないい景色が見られたんだろうね。あれちょっと待って、おかしいな。僕まず、はい、まあ、時間通りにね横アリ到着しまして、うん、ね、普通に関係者受付行って、あ、宮川大成と申します、うん、って言って名前を探してもらったんです。そしたら受付のね方がこう、宮川大成さんですね、あれ、ああ、三人、二枚目さん150人いるからね、いっぱいね。後ろにもゲストさんいっぱいいるんですよ、うん、ああ、まずか、来ました来ました、コーナーとかも来てくれたからね。そうそう、俺のそう、もう知ってる人とかもいるの、うん、うわすごい人たちいると思いながらも、うん、宮川くんとか入ってないですか？ああ、そうだね。宮川俺たちの入れた名前で、最初から最初から、そんなないと思って、うんうんうん、別にまあ最後の方なのかなとかって思ったら、ないです。でもなんか後ろの人たちもなんかこうちょっとそわそわしてたし、大丈夫、渋滞起こってるぞみたいな。大丈夫大丈夫。でも俺もう消えてなくなりたくなって、ごめんなさいごめんなさい、もうないならないで、他の後ろのね方にも迷惑かけるのもあれなんで、ちょっとじゃあ帰りますと。で、当日券とかもう売り切れてたわけでしょ、うんうん、でも早くすべがなくなったわけだから、うん、帰ろうとしたんですよ。やばい。そしたらバタバタと中からスタッフさんが出てきて、あの、宮川さんですよね、宮川さんですね、ご案内いたします。あー、よかったよかったよかった。で、そのまま他の人はちょっと別の色のパス渡されて、ちょっと不安になりながら別の動線でこう行ったわけですよ、うん、で、うわちょっとアリーナかーと思って、どんな席で見れるんだろうと思って、ちょっとワクワクしてたら、一般のお客さんのアリーナ席の一番後ろのテープでこう白線仕切ってある中にこうギュッて詰められて、あ、あれ？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 あの辺で？あの辺で？俺の前の人が背高くて全然見えねえの。ずっとモニターこうやって見て、で、白線から出ると怒られるのよ、うん、あ、白線から出ないでくださいって、ごめんなさいって。もうみんなもうスカイピースファン。立ち見の人なの？それは立ち見の人、椅子とかない？椅子ないんだ。ないないない。立ち見なんて一番最後の最後まであったチケット、多分最後の最後の最後の最後。これマジだよ全部。これでも隣とかももう本当にもうお客さんが、お客さんお客さん、え、バレなかったの？バレたよ。宮川くんじゃないって言われて、でもさ、そのミヤのライブでさ、俺と仁太にパーって言ってさ、ここですって押し込まれてさ、え、多分あっちだと思うんですよって言うの恥ずかしい。まあ確かにね、俺の立場的には多分あっちだと思う。この関係性だと多分あそこなんですね。手にじめたことあります？み申し訳ない。いやー申し訳ない。マジか。でもしっかり楽しみましたよ。え、じゃあもうほぼモニターなんだ。そうすぎて俺はもうね、見え、なんか本当たまたま前の人が結構大きめの方で、え、立ち見の最前じゃないの？立ち見の一番後ろ。そうだよ、チケット見せたいもん。アリーナ立ち見後方って書いてある。
かも会場めっちゃ暑くて、暑いんだ、熱気すごかったもんね。汗ってもらったら、もう宮なんてもうずっと扇風機持ち歩いてるくらいだから。そう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 。いや、その時もちろんさ、あのバックからこう顔出してあるんだ、やっぱあるんだって。そう、だから俺がこう扇風機持ってウィーンって、あのもうライブ中盛り上がってる時は全然いいんだけど曲終わってさ、ジャーンってウィーンあのオフオンオフじゃないの、レベル1レベル2レベル3レベル4レベル5オフ。あそっか、だから俺レベル2でずっとかけてたのに2人がこうね静かになるとうんってなるから、やべ消さなきゃと思ってピッピッピッってやるとうんうんうんやべやべと思ってうん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 、生まれで一番おもろいやつだと思って。いやでも楽しかったわ。まあよかった。いやもうね、俺らの何よりもどうでもいいんですよ、席とか。そうちゃんともうモニターでも見れたし、まあチラチラね、こう2人のこう立ってる生の姿も見れたし、うん、でシンプルにライブやっぱ楽しいなと思ったし、スカイプ。あ、ほんと、あ、嬉しいわ。で、なんかもう自分にはね、やっぱ出せないものをめちゃめちゃ持ってるから、で自分のライブとはまた全然違うこう楽しみができるし、うん、でも MC はミヤね、やっぱめっちゃ面白いし長いすごい。改めてやっぱりね、すごいよ、ジンタンがいるから成り立ってる。そうだ、お互い俺もテオ君いるからだし、だから俺もずっと一人だからさ、本当になんか二人のあの掛け合いがおもろくて、で俺も混ざりたってなるし、なんかそのいつもの自分も知ってるくだりとかがさ、うん、たまに出てくるから、うん、うわ俺行ったらこうやって突っ込むのになみたいな、あー確かに確かに。そうちょっとワンランク上の楽しみ方してた。キャッキャッキャッ。でもやっぱいつか立ちたいね、一緒にね。まあミヤもワンマン、うん、有名であると思うけど、ビニジオリジナル曲とかも作りたいしさ。確かに、うん、なんか俺楽曲提供とかもやってるから、うん、なんかこう二人のソロ曲とかもなんか提供とかできる。すごい。ジンタもそんな言ってたよね。うん、テオ君に歌ってほしい。そうそうそう。踊りゃんせ踊りゃんせ。ありがとう。ありがとう。あのめちゃめちゃ覚えてもらえて、あの覚えてほしいとか長いやつで。みんなみんなこれ覚えて。長い。まずこうやってこうやってこうやこうやってこうやってこうしてこうやって長い。難易度高い。しかもジンタのそのライブ映像2回したのよ。やっぱりお前ら最高とかさ、結構みんなダンサーさんとかもこんなんでやってるんだけど、ジンタ間違いないように必死なのよ。いやまだだよ。ランタイム中、ランタイム中。全く関係ないことで話していい、うん、ジンタってさ、トークの時さ、息継ぎあるよね。え金魚バーッてあるよ。マジであるあるのよ。鼻づいなの。鼻づいなの。本当にそれこそスカイプさん呼吸下手だよ。呼吸下手かな。え、確かに食べる時に俺めっちゃゲップ出たりするから、空気飲んじゃったりとか、それこそダンスとかもね、俺こうやったら口中でもこうやって。まあそれあるよ。これできないじゃない、あのなんだっけ、あーダウンタウンのさ、ガキ使ってるとか、あのどっちも違う動きさせるやつ、こっちの手をこうでバーンって言われたらこれを入れ替えるだけ。じゃあミヤタイミングでバンバン。怖いわ。もう違うんだよね、たぶん。いくよ。バン。あー、惜しい、惜しい、怖い。逆から逆から、自分で怖い。そっちから。バンバンバン。怖い怖いって。怖い。一瞬で感想くれたから。ダウンタウンよ、ダウンタウンよ。ダウンタウンじゃない、さっき言ってたから。うわ。OK です。おもろ。大丈夫、俺の回だけめっちゃおもろいよ。確かに。シシ。続いてはこの人です。イエーイ。いや、ありがとう、来てくれて。いやいやいや、ありがとう。しかもすごい、見て、
え、まだ俺ら上で見させていただいて、ああ、そうだよね、で風船折れてきて、うまいこと俺らのところには来なかったんですよ。下の子が気づいてるから、上にみんながいること、こうやってこうやって飛ばして、すごい、たまたま緑が俺の前にパッと下から降りてきて、お、持って帰ろう。これだと全員見に来てくれて、はい、あのポンと音が来てくれたんで、はい、今回はですね、横割りに来てくれた人に感想を聞こうというので、アーティストであるユーマと、いやユーマさんありがとうございます。もうまだ2曲しか出してないんで、いやいや、ずっとスカイピースを見てくれてたユータに来てもらいました。はい、わ、ありがとうございます。本当にどうでした？ちょ、僕ちんから、用意してきて、いやもうマジで最強でした。最強やった。ヒロト君もこの間あの時言ってたんですけど、うんうんうん、この一体感って普通じゃ出せないものじゃないですか、ね、うんうんうん、お客さんとかのこのノリ感というか、確かにめっちゃよかったノリ、みんなと作り上げてきたものとかをいろいろ想像し始めて、うん、ちょっと泣きそうになっちゃって、うわ、うれしい、本当に俺こんなに声出すんだと思って俺、声出してとか言う側だけど、いざライブ行ったら、あんま声出さないから、俺って。ああ、そうそう。だから、すごいなと思って、めっちゃ。一人一人が多分、結構マックス出してた。そうだよね。全員の力で。僕がちょっと始めたっていうか、うん、最近始めて、最初どんなステージ立ったんだろうとか、武道館立った時どんな感じがあったんだろうとか、うん、でも、最初に東京ドームは立ってないね。うん、それで言うと、それで言うと立ってないな。同じタイミングだからね。東京ドーム初。そう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 。大きいとこの方が歌いづらいの。だから一発目が東京ドームってことは、あとは歌いやすい環境になっていく一方だと思うから、そのカンコレ出たじゃん、一緒に、はい、あの時の京セラがマジで歌いづらくて、反響がすごいから。センターステージですね。センターステージ行ったんだけど、はい、テープもうずっとイヤイヤしてたもんね。マジでね。スタッフさん、なんかおろ、あおせっ。いやいやいや。え、感謝感謝祭の時って山根つけてないっすっけ？つけてた、俺らはつけてたけど、だからその片方つけて、こっちではリズム取りつつ、こっちでは観客の声を聞くっていうアーティストさんが結構いるんだけど、難聴とかになっちゃうみたいな。どっちかの耳のバランスが悪くなっちゃって、歩く時もなんかどっちかに片足重心乗っちゃうとか、片耳はいけない、一緒に説明聞いてた。そうだったよね。ゆうたの、いや、すごい良かったですよ、それ。で、登場が一番俺は鳥肌立ちました。嬉しい。なんか最初の衣装良かったっすよね。ああ、かっこよかった。めっちゃかっこよかった。バーって抜かれて、あ、この人って結構かっこいいんだなと思ったの。すごい。いや、だって俺、二人、まあもちろん動画で見てましたけど、もう最近の関係の方が深いから、そのテオ君と夜中、そのトランプやってる時とか、もうおっさんじゃないですか、ただの。みたいな、みたいなのしか見てなかったから最近、すっげーかっけーと思って。違ったんですね、普段全く違いました。テオくんなんて特にだけど、なんかわざわざライブで染め直すみたいな、はい、気まずいな。気まずい、気まずい。そんなことない。大丈夫。なんかわざわざライブ前に髪色染めるみたいなのあんまりしなくて、気合の入りを違ったよね、ちょっと。最初の人は良かった。俺ちょっと最初不安だったのよ。私フィッティングみたいなのあったの。はい。で、その時に、あー、ラインしない？女の子と。ダメ今。フィッティングで来た時に、ノーメイクだからか分かんないけど、ちょっと不安要素が強くて。鏡で見た時に。ガチで、もう、着させられてる感じ。あー。そう。うまくなんか入らなくてっていうのがあって。おー、見つけてる。あー、ここまで行ったならこうして。あった！いろいろ上から羽織ったりとか、はいはいはい、あとステッカーがついたりとか、はい、手を振る。いやでもそのゆうたが言ってくれたオープニングあったけど、あれもあそこって待たせたのしかなかったのよ、一言だけ予定だったんだけど、あそこなんか言いたいと思って、はい、緊張して緊張して、聞こえました聞こえました。でもユーマの2曲目聞きまして、おお、ありがとうございます。めちゃめちゃいい。あー、耳に残るね。そう、ありがとうございます。で、PV もどこだっけ、ロサンゼルス、ロサンゼルスまで行ったっていうのもともと聞いてて、コスパちょっと悪ないとはちょっと思ったんですけど、どんな映像なんだろうと思ったら、行ってよかったと思う。本当に景色とかも最高で、
ってよかったね、ありがとうね。すごい。俺結構えぐくて、いろんなとこで俺ぶちまかしてるんですよ。この MV に出ることはもちろんいいんですよ、うん、すごい光栄なことじゃないですか、うん、すごい嬉しいんですけど、このリリースにあたっていろいろイベントやるじゃないですか、うん、リリーベって言われるやつ、うんうん、全部行かなきゃいけなくてなんかユーマ&コムドットユータでお送りするみたいなイベント全部で、その極めつけがルックアップザシーをいっぱい聞いてオリジナルオフショットチェキがもらえる、うん、俺のチェキもあるんですよユーマの曲をたくさん聞いて俺のチェキがもらえるってめちゃくちゃ出るめっちゃ近い。ユータとユーマってまあバスケぐらいかないじゃん、そんなに何々コンビみたいな、はいはい、だからめっちゃ新鮮だよね、MV 確かに2人が居酒屋のシーンやったじゃん、確かにあれとか、おーすごい、なんかコンビみたいけど意外と昔プライベートで一番2人でいた。マジでヒューガかユーマ、珍しい2人ねえ、指の匂い嗅いでました。あ、指の爪の裏の匂い嗅いでた。でもそれで言うと一つ気になったのはホワイトニューした僕ですか、うん、あ、タバコを吸わなくなったんですよ、あんまり。え、それは歌でってこと？そうです、だから CDF でやばいなと思ってやめてたんですけど。こいつやばいっすよ、アーティストになってからというものをマスクずっとつける。メガネもするし、もうここにもおらんだ。もうこれ止めた瞬間すぐだ。すぐつけたい。初めてのステージで風なんて言ったらもう怖すぎるじゃないですか、うんうん、リハーサルでもまず緊張してたもんね。いやもうだってリハーサルも初めてもう怖いんすよ。もうなんかいいな。俺もやってみようかな。向井からファーストテイクやりましたね。やりましたね。ねえ、いやあれめっちゃ楽しかったよ。楽しかったです。え、どこのブロックというかどこの曲が良かった？荒野行動あるわ。おあれ結構好きなんですよ。ああそうなんだ。あと感謝感謝、うんうん、はめっちゃ良かったです、うん、え、あれの時俺ヤマトの方向いてたの気づいた？え、道明けの時ですか？え、違う、そんな顔しないでおくれよってあれヤマトに対しての歌詞なんだけど、そのヤマトがやっぱこうスカイピース休止とかしたの寂しいっすねって言われた時のヤマトの顔が忘れられなくて、そんな顔させて申し訳なかったっていう意味を込めて、なるほど、そんな顔しないでおくれよなんだけど、その瞬間はあのコードトンを見て歌ってる。ライブ中、うわ全く気づかなかったけど最高っすね。でもなんかあのライブ終わった後さ、お疲れさんしたみたいなダンサーさんでこう円になってた時に奥にコードトンがいたみたいな。そうですね、その話聞きました。俺ら後に仕事があって、うん、ちょっと早く出なきゃいけない、うんうん、出ようとしたタイミングでダンサーさんがバーッとステージから出てきて、うん、スカピースさんたちあと5分ぐらいで出てきますみたいな、うん、あ、じゃあちょっと一目見たいから待ちます、うんうんうん、で、ジンタンとデーブうわーっ、あー、高橋さんに言うわーって出てきてダンサーさんとバンバンバンハイタッチして一番最後のハイタッチの人の後ろに全員並んでたんですよ。まあ結構距離はあるんですけど、うんうん、全員でこうやってテープに「テーサーです」みたいなやろうと思ってたら、テオ君はちゃんとこっちの方に体向いて回転してたんですよ。最後の人にハイタッチして「うわっ!」みんなこうやってやってるのに気づいてもらえなくて。マジでやってたよな。ジンタンはこう最後の人ハイタッチしておう。けど後から見たら覚えてなかったんですよ。気づけた。いたの？いや、俺が見たのは純平さんがいた。あ、そう言ってたけど純平さん言わなかった。眼鏡かけてたもん、その時言うた。あ、俺かけてました。純平さんじゃなくてユータだった。最悪だった。純平とユータは足が長かったからというわけで、はい、見に来てくれてありがとう。いや、ありがとうございました。本当に呼んでいただいてありがとう。次は君らの番だ。頑張ろうぜ。シッシーというわけで、サウシーのしんちゃんに来てもらいました。というわけで今回の動画の趣旨としては、横浜アリーナに来てくださった人にどうだったかっていう感想を聞くっていうのなんですけど、そのしんちゃんもガッツリアーティストじゃないですか。そうかな。いや、そう、それ以外の何もでもない。そのバンドでもあり、あのやっぱりこう自分たちは YouTuber の友達が多いんで、ガッツリアーティストさんにも、うん、すいませんね。したがっての気まずい。すいません、まずい。なんで早くぶち殺したい。見てもらった感想をちょっと聞きたいなっていうのがありまして、どうでした？すごいよ、感想を聞きに呼ぶって。いや、
行くこともできたけど、行くこともできた。いやでも楽しかった、めちゃめちゃ。本当ですか？それ嬉しいっす。そう、なんか俺らのライブでずっと見てる人が笑顔になって感情が動くようなライブがしたいなと思ってるんだけど、うんうんうん、俺もずーっとこうスカイピースのライブ見てて、ずっと笑顔だった。嬉しいっすね。席で言うとあれですよね、端っこ 上のところですよね、自分たちがこうしてる。そう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 、それから席がさ、しんちゃんで用意してくれてたじゃん。はい、あのなんか先に知らない男女のカップルが入って。何それ、そうらしいっす。え、そうそうそう、しんちゃんさんもう来られてますよ。いやいや、てか、なんか待って、これ待って、知らない知らない、おかしいんだけど、ゲストを取り置きするとき、こう名前をね書いたりするんだけど、そこにしんちゃんっていうゲストが思わすぎちゃってる。しんちゃんかっこサウシーとかもない。だからしんちゃんだからそういうことになるんだ。そうそうそう、その男女いたんすか、その時に。そう、なんかいた。あの楽屋みたいなとこあるんじゃん、はいはい、その前室みたいな、はいはいはい、そこパッて入ったら男女のカップルがこう座ってて、多分この人たちなんだろうなっていう。どんなタイプした？ちょっと来ちゃったではなかったっすか？みたいな、そう、目合わせない感じ。あ、怪しい。ちょっと、まだ間違えて入っちゃったんだろうね。聞き間違いとかだったのかな。一般の方ではなさそうだよ。だと思うよ。横浜アリーナのライブが俺ら3時間超えたんですよ。すごいよね。俺多分遠方から来てる人もいるんだろうなとも思ってた。そうなんですよね。終わった司会みたいのがあって、こうお客さんとかもこうバイバイみたいに帰ってくるんですけど、終電やばいみたいな。終電ギリギリになっちゃって。曲数が22。すごいね。22なの。しんちゃんどれくらい？俺ら18曲ぐらい。時間の時は21曲。めちゃめちゃ詰め込んでた。結構詰め込んでた。俺らってあんまり MC がない。基本的に各々で喋って。そっかそっか。じゃあサウシーとスカイプス全然雰囲気違うんでしょうね、多分。自分たち MC 決まってないんですよ。あ、そうなんだ。何喋るかとか、うんうん、一番最初のあれはあれは決めてました。3年前に中止になった時に、うん、なんかみんなのこと待たせちゃうねみたいなことを言ってたんで、うんうんうん、ステージ上がったら待たせたなーって言って、1曲目入りたいねみたいな話はしてたんですよ。3年ぶりじゃん。3年後なんて本当どうなってるかわかんねえ。いや、本当そうですよね。マジでこっち側からしたら超怖いじゃん。超怖い。できない可能性の方が高いですもんね。よくやったなぁ。嬉しいね。そう、そこでもうまず一番のコラボ。うん。すげえ動きながらさ、うん、タフだなって思ったし、自分たちにはできないことをやってるわけじゃん。だからお客さんに、だからすごい近づいてくれるアーティストだなって思ったんですよ。あー、やっぱステージ構成とか真ん中に花道デベソみたいな浮島みたいなの作っちゃうと結構席減るじゃないですか。そうだね。席は減らしたくないけど、できるだけみんなの近くに行きたいってなったら、うん、あのリフターだったんですけども危なすぎて、マジで俺見てるこっちがヒヤヒヤ。いやでも結構言われますね。揺れてましたよね。そうそう、これ全然怖くないからとか言ってたじゃん。絶対嘘じゃん。でもリハーサルの時ガッツポーズってみたいな。あるね。こんなんちっこさすまた。もうこれだけでみたいな。さすまたもガタガタなんだよ。ガタガタなの。あれの時に俺、ま、関係した席が近かったんで。あ、そうだ、ね、めちゃめちゃ手振ってました、うん、そう、俺も手振ってたよ。あ、そう。嬉しいな。一人で来てくれたんですよ。一人で来てすごい動き。タフだな。なんか一緒にタフだな。タフ。すごい平和な優しさと笑顔に包まれるライブだな。嬉しい。やっぱ度胸あんなって思ったのが、うん、ハッピースマイルの曲。うん、ああ、感謝感謝。そうそう、感謝感謝。そう、やっぱいいな。逆境をね、そうやった。あれ始まった時、俺ちょっと鳥肌立った、ね。嬉しい。アンコール1曲目だ。そうそうそう。だって、この前もあれですもんね、ホールツアーやって、うん、で、次冬にアリーナツアー。そう、アリーナツアー。アリーナツアーやって。だってもうアリーナだからね、全部。意味わかんない。初っすよね。初。しかも徳島行ったことないんだけど、徳島アリーナ 2days 入ってる。やばすぎる 2days。 え、な、14箇所、9公演14。そうだね、14。だって俺はもう横割りでもう1個です精一杯だったけど、来れなかった人多分めっちゃいるもん全部。ああ、うん、そう、まあ確かにね。だからライブツアーやってるの。ツアー、はい、たまにホールツアーとかはやってますね、うん、じゃあ絶対アリーナ行くべきだよ、次アリーナ。アリーナツアー。うわぁ、すごいね。不安でしかないな。いやぁ、そうね、さすがに。不安っすよね。13万人って聞いたことないね。ね、13万、自分たちがやったホールは2、3万か。でもそれってこう、全部来てくれる方とか、被ってる方もいるじゃないですか。応募総数とか聞くと、ああ、そんな来たんだと思うんですけど、13来てないんだよね。俺らも来てないよ。
13だから埋まるかは全然わかんない。そんなのあるんだ。しんちゃんでも怖いからぜひ来てください。もうぜひもう貼っときます。もう全部ポンってここでやるよ。リンクね。リンクをここでやるから来てっていうのも久しぶりにこんなライブで怖いなって。この規模いけんのみたいな。いやでも絶対成功しますよ。ありがとう。髪の毛いい感じだね。染めたんですよ。青だけど。違う、なんか俺この前珍しく声かけられた女の子のファンに、うん、1個しか動画見たことないんですよみたいに言ってて、それがそのしんちゃんとのコラボなんですね。サンシーのファンの子。そうです。ちょっと話したんですよ、うん、そしたらもうガチ恋です。ガチ恋。ガチ恋ですね。もう本当に好きですね。俺に。そうです。うわリアコじゃん。リアコちゃんのリアコでよって。でもなんかしかも嫌なのが遠回しですけど、なんか紹介してくださいみたいなことをちょっと遠回しってくるやつで最悪。最悪なの。え、ご飯とか行ったことないんですかみたいな。え、行きたいみたいな。行ってかねえよ。それ男女の関係で自分がこの女の子好きで女の子にこの誰々の男を紹介してくれの時あるじゃないですか。あれだ、これ超嫌っすよね。いや俺言いますもん。俺踏み台やないかい。おかしいよね。散々踏まれてきたもんな。散々踏まれてきた。散々紹介してるやつ。もう自分は基本的にこう全員と仲いいみたいな、仲いい人が多いから紹介してが多いんですよね。なるほど、ね、だからもう高校時代の頃のあだ名は雑草でした。踏まれまくってる。マジ嘘つけし。高校違うし。高校違うし。いいな、陽キャだったんだ。俺陰キャだったからさ、この時代陽キャ嫌われるんですよ。陽キャが絶対モテてたじゃん。なあ、陽キャの中でもモテないんですよ。あの、モテようとしてじゃなくて笑かそうとして動くんで、笑ってる人たち同士は付き合っていくんです。あー、笑ってる側は付き合ってはいけないんですよ。それずっと見てんだよ。ずっと見てます。あー、結ばれた。よかった。うわ、やばい。それあれだ、客寄せパンダだ。でも今の時代陰キャって言っていいのかわかんないですけど、モテますよ、おとなしい系の。なんかそっちの時代な気する俺も今、うん、なんかでもモテ陰キャと、うん、モテない陰キャがいいんだよ。俺モテない陰キャだったから。マジマジっすか。そう、ジンタンは。俺モテない陰キャだった。だからもう彼女とかもいたけど1ヶ月で振られたりとか。彼女できないからね、モテない陰キャは。どんどんいじけてって。じゃあね。いたけどね、俺も彼女はいたけど。だからそのジンタンがいわば陰キャとして育ってきて、陽キャとして育ってきて、でもここでこうコンビを組んで交わった時にいろんな話を聞いて、一番驚いたのが友達ん家泊まって学校行くみたいなことがないみたいなこと言ってて。何それあんの。めちゃめちゃあるんですよ。友達ん家にそのサッカー部だったんですけど、朝っぱらまで遊んで全員で部活行くみたいな。アニメの話じゃん。ね、アニメしかないのか。結構日常茶飯事だったんで、それを聞いたらもうそんなんないみたいな。え、だって落ち着かないじゃん。うん。そういうこと、そういうこと。落ち着かないじゃん、家じゃないし、自分の。いや、落ち着くんだよ。うわ、偉いよ。すごい手を組んで。でもオタク気質だなっていうのがすごいあって。ああ、あるね。まあアニメ漫画も好きだし、それこそもう新庄見たポケカ、もうめちゃめちゃ。え、なんかそのライブ映像のなんか楽屋の映像みたいなのを YouTube に上がってて、新庄がポケカずっとこうやってやってで、なんかやってんの。あっ、新庄来た。ああ、本物が。俺なんだ。俺横ありでそれ体験してた。昔の映像もチラッと見たんですけど、髪長かったっすよね。めっちゃ長かった。え、絶対今の方がいい。え、でも髪の毛長い方がちょっとライブ映えするとこもあるんですかね。ちょ、髪の毛揺れるみたいな。わかるわかる、それある。めっちゃ考えてたけど。あるさ。そうそうそう。バンドマンにスポーツ狩りはいないですか。スポーツ狩りいないかも。はい、大丈夫。バンドマンだ。で、あともう一つ聞きたいのが、俺ライブ前めっちゃ緊張するんですよ。めっちゃ緊張しますけど、やっぱしんちゃんもするときはするんですよ。めっちゃするよ。緊張しないように、緊張したらどうするかっていうのを結構考えるの最近。え、どうするの。まずね、はい、全身の筋肉という筋肉を叩く。こんぐらいの、もう声が、こんぐらいの力で結構叩く。もう結構痛いぐらい。筋肉が衝撃を受けると緊張が和らぐっていうのがあるんで、体の中の大きい筋肉を叩いていくっていう。へえ。っていうのと、そう、本番中にわどうしようみたいな、やっぱり足の震え止まんないみたいなあるじゃん。足の震えまではない。これはないかも。やばいっすね。の時はもう自分はサウシードッグの石原慎也だったと思います。
役作りじゃないですけど、うん、入り込んで、なんかその時ハマってるもんとかすぐ出ちゃうの俺、あの喋り方とか。ナルトにハマってたら手前になるってこと。で手前はない。でもそのなんか多分口調の雰囲気とかは多分似てくると思う。男は辛いよ見てて、トラさんの喋り方言っときなっつって。本当に。トラさんの喋り方なっつった。面白い。オラねとか言ってた。マジで。普段のライブって結構俺が緊張して、うん、テオくんが緊張しなくてまあ楽しもうよって感じなんですけど、珍しくテオくんがめちゃめちゃ緊張してて、自分はライブ前想像するのはジェットコースターで登ってる最中はうわ怖えと思うんですよ。怖えと思って落ち始めた時に最高みたいなアドレナリンも出てふぅってなるんで、緊張しないのってもったいないなと思ったんですよ。ああなるほど。あの怖さとか緊張感がなかったら多分楽しくないんですよ、落ちる時って。確かにね。って考えたら、あの緊張があるからステージが楽しいんだと思って、もうしっかりしろ、自分立ち位置とかもしっかり入ってるし、しっかり練習したしっていうことをいろいろこう考えれば考えるほど緊張してくるんで、今までにないほど緊張させて自分をド M やんの。それでステージドーン立って待たせたなー行った時にうわーってなりました。すごい、楽しいと言ったんだ。なんかやっぱその緊張が良かったですね。まあ、緊張しないと言ってもこう見せなきゃみたいな考えてる部分はあるんですけど、ジンタンが絶対 1,2 曲目どっちかで歌詞間違えるんですよ。絶対にそこの瞬間でしたね、今までは。間違えた瞬間に、あ、間違えた。緊張して間違えるよね。緊張して間違える。ちょっとしたことが気になっちゃったりするじゃん。うん、なんかうわ靴の中なんか入ってる。俺もうマイクを癖でこう持つんですよ、俺、うん、鼻にこうやっちゃうんですけど、こうやってやんだよね。そう、それに気づいた瞬間、あ、やってるね、俺やってるやってるやってるって。もう飛んじゃったりとか、あと、あ、なんか今日も来てくれたんだとか意識がそうくなっちゃいそうになる。遠くなっちゃいそう。気絶しそう。気絶しそう。やっぱちゃんとしなきゃって思ってる時にそういうのがあると意識がブレちゃうんですけど、楽しいのマインドに入った時はみんなが持ってきてくれたボード読みながら歌ってる。すごい。それを見て理解してファンサしながら歌ってるってことでしょ。そうそう、すごい。いやもう俺なんでだからテオ君がそんなファンサできんのにジャニーズになんなのか、なんなかったのかって。噛むな噛むな。ボケをね。ジャニーズな、なんか残念。それこそやっぱり3年前に決まってたじゃないですか。3年前じゃあれは出せなかったなと思いましたね。あれを3年前にいろんな経験せずに立ってたら、あのライブよりいいものは出せなかったんだろうなと思います。だって3年前なんてあの武道館とか立ってないのに飛び越えて横割り行動してたから、ね、結構その3年の中にもすげえたくさん詰まってた。詰まりましたね。炎上なんてそこまで経験したことなかったんです。そうだね。いろんな感情が詰まったライブではなかったと思います。良かったですね、逆に今。そうだ、思えば。うん、それすっげえ感じたライブだったな。だからすごい生きづらい世の中になったかもしれないけど、良かった、元気で。おや、おや、おやなんだ。でもしんちゃんが喋るだけでなんか MC みたいな。ライブの MC バカにしてる。いやでもそのしんちゃんもサーシー見に来ていいよって言ってくれて、うん、ぜひ。いいですか。もちろんもちろん。で来年の3月までやる。すごっ。ぜひ来年マジで来てください。行かせてください。ぜひ行かせてください。あ、CD 今日持ってきたっけ。あるお、えー、マジか。嬉しい。そうですか。ありがとうございます。嬉しい。うわすいません、よかったら。うわいただきます。ありがとうございます。うわありがとうございます。ナス。先週かな、先週ぐらい。先週ほぼなんかの主題歌です。ほぼずっとあのスカイピースのさ、後ろのロゴあれ見ながらスカイピースの曲っぽい曲作ろうかなみたいな思ってたの。え、何何何、聞く人が聞いたら分かる感じを作ろうかなって思ってた。ギミックのある曲というか。そう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 。あれもしかしたら、もしかしてこれって。すごっ。それぐらいその日のライブにストーリーがすげえあったから、揉まれたけど転んで立ち上がってみたいなところとかもすごいストーリーを感じたから。でもそれくらいね、印象残るライブで良かったね、本当に。マジ待たせたなはエレンの気持ちでしたからね。エレンの気持ち、エレンの気持ち、よう5年ぶりだな。いや、ありがとうございます。ありがとうございました。ぜひ買ってください。ぜひ。はい、ツアーもぜひ、ツアーもぜひ来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで続いてのゲストはこちら。いきなりすいません。
いやいやいや最近音出過ぎでは。いやあのもう誕生日ラップまで祝ってくれてありがとうございました。ソニーの人もぶち上がってましたね。ほんとじゃあデビューかな。今回横アリを見に来てくれた友達とかにこう話を聞いてるんですけど、やっぱり親目線欲しいなって思って。そうだよね。そうだよね。どうでした？今までいろんなライブ見てきて、だんだんと会場が大きくなってきて、すごくライブはすごく楽しかったし、いいライブだったと思うんだけど、間違えなければいいなとか、ちゃんと成功するのかな、頑張れ頑張れって気持ちの方が 70%。 あー失敗が勝つんだね。失敗が 70%。 親ですね。親だな。めちゃめちゃ親ですね。いいね、違った視点してるね。ライブの前とかいろんなこうグッズ並んでる人とか見てると、嬉しいよね。一人一人なんかありがとうありがとうって言いたい気持ちになるの。親すぎてる。もちろんそれは自分も人太も思ってるんですけど、やっぱそれをこう第三者、その人がファンの方に感謝してくれるっていう、いや本当嬉しい。なんか2人がここまで来てくれたことが嬉しいし、こう会場が大きくなってくれつれて、2人もどんどんビッグになってくるんじゃないかなと思うし、確かに音もちょいちょいワンマンライブとかあったらさ、絶対見に来てくれたじゃん。行く行く。泣きそうになってるもん。あ、涙目になってるんだよ。人太が泣くとこなんだけど、涙目。トゥー君の親じゃないね。行けよと。いやだってめちゃめちゃ嬉しいやん。いやいや本当嬉しいよ。もう本当ね、ライブ自体はすごいいいライブだったし楽しいんだけど、心配の方が大きいね、やっぱり。リフトとかどうだったの？めっちゃ高いじゃん。いやだからこうこうやってこう揺れてんのよ。めちゃめちゃ揺れてましたね。倒れなければいいな。倒れなければいいな。もうすぐ揺れて。でその席がそのリフトのすぐ後ろだったから。そうだよね。こう分かるんじゃん、揺れてんのが。そっか。上から見つけたよね。見つけた。あーと思って、一緒に行った友達なんか見ながら、俺のこと分かってるかなーなんて言ってんだけど、俺からすればどうでもいいじゃねえかよ、落ちるか落ちないか。確かにね。そのどうでもいいかになる。わまたね、やっぱファンの人とは違った見守り方っていうのしてくれてるんだなって。じゃあ音的にさ、何の曲が一番良かった？二人で迎え合ってなんか、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あん時ね、ジーンときちゃった。うえぇー、マジマジ。嬉しい。本当になんかこう、二人の仲のいいのが分かるね。あそこはね、二人ともいい空気感というかさ。セトリ22曲のうちで、一番多分真面目な曲で、で、お客さんいるけど、これがやっぱお互いに作った曲だからっていうので迎え合わせてもらって、ここが一番やっぱりこうリラックスして、じんたんがなんかね、本当に二人のね、素の姿が。そうだね、なんかね、素な感じだったよね。素でしたね。一番感動する瞬間にじんたんが前歯を出した。ファインプレーでした。感想の時に、なんか喋ってたじゃない。あー、コンビ組んでくれてありがとう。よかった。よかった。嬉しい。いやでもね、そんな、なんか、ヨゼフ事件がありまして。あれ？ちょっとヨゼフが声かけられすぎてるっていう、事件がありまして。いや、なんかどうだった？俺ちょっとやっぱその、一緒にいないからさ、わかんなかったんだけど、なんか。30人以上で。えぇー！やばいじゃん。俺もうサイン自分で考えちゃったもんね。いやでもやっぱこう YouTube の影響力が大きいなと思う。ああそうそうね。もう顔割れてるわけでしょ。変なことできないじゃん。だから本当に来てくれるファンの人もそうだし、中田さんたくさんいるじゃない。みんな本当にスタッフの人たちも本当みんな一生懸命頑張ってくれないと、ね、そうだよね、ライブできないと思うから、はい、我々一つの本当完成品としては最高だったなと思う。うわー嬉しいわ。俺そんでさ、こうやっぱ久々にこう父親の手を見たんだけど、そっくり俺やっぱこれ超似てるやん。親指の、親指の人、親指。逆ね。あ、似てるな、ほんとに。そっくりなのよ。まず、俺あんま気づかなかったんだけど、おとんってちょっと出っ歯なのね。そうだね。俺なんてインスタの DM で、お父さんと一緒で出っ歯だね、みたいな感じで来て、あ、そういえばそうかも。うるさいわ。うるさいわ。うるさいわ。そこ似てるんだって思って。でもあんま似てないよね、親子でね。顔がめっちゃ似てるってわけではないですね。性格やっぱりすごい変なとこ似てますね。おいおい、そうだよ、ヨゼフ。ヨゼフ、お疲れ。またね。ヨゼフのモノマネ明るすぎるんですよね。確かに明るいね、すごいね。前向きに行かないと何でも。そうね、考えたらしょうがないの。考えてる暇があったらこう先進まないと。60、60のことは違うな。違うよね、俺たちが言うのと。ね。
これ一つ聞きたかったのがあって、ジンタンがやっぱり結構こうライブしたりとか、インタビューしたりとか、そういう時に答えることが多いんですけど、学生時代家で隠れて録音をしてたみたいなことを結構話してて、ジンタン本人的にも親にはバレないように一応録音をしてたってよくエピソードで話すんですけど、それはどうだったんですか当時。あの、本当に分かんない、親にバレないようにってバレてるから。さすがにね、うるさかったもんね。家の構造わかんないけど、2階がじんたんの部屋で、親が上がってきたら隠すみたいなこと言ってたけど、そうそうそう、外も外まで聞こえた。マジで隠すも何もない。外まで聞こえた。聞こえてる聞こえてる。1階リビングで、2階が俺の部屋で、その奥がお父さんお母さんの部屋。だから上がってきた時にちょっとマイク隠すみたいなのしてたんだけど、バレてたんだ。バレてる。それこそメジャーデビューのシングル「スタートダッシュ」の一番の歌詞が「その小声でレック返し」とか「ソナイク隠し」とか。でも今度ほらソウに歌ったらさ「レック返し」って言ったら「バレてるぞ」って横で言えばいいんだよ。ああいうことで「そうそう、レック返し」「バレてるぞ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 」って。愛の手でね、ちょっといいシリーズ。ほっこりだね。ほっこりするね、それで。ほっこり愛の手。自分で言うのあれだけど、こう息子がそこからメジャーデビューした時とかってどんな感じだった？気持ちで。びっくりしたよね。でもね、小さい時からなんかこう一つのことにすごい夢中になる子だったから、こう野球やってる時も暇があれば素振りとか意外だ。自分の好きなあれになると本当にバーっていくから、プロになるとは思ってないけど、野球じゃなくてもなんかしでかすだろうなと思ってた。言い方しでかすがね、なんていうんだろう、普通のサラリーマンとか普通の生活みたいなことは多分ないんじゃないかなっていうのがどっかだった。それもヨゼフの血を引き継いでるからかもしれないですね。半分入ってるからね。半分入ってる。半分入ってるのでかいよ。半分でかい。そうなん、めちゃくちゃ濃いからね。いいですね、親にこうライブを見せれるっていうのは。そうだよね。まあそうね、動画撮るのはちょっとこっぱずかしさあるけどね、やっぱり。ああ、うん、ライブとかこうさ、もうこう見てくれて、最後にちょっと話すとかだけど、改めてこうスカイハウスで弟と話すってやばいよね。なかなかないことだよ。そうだよね。イソキンからデビューし、イソキンからしれっとね、しれっとデビューし、そっから誕生日ラッパーまで。いやいや、ジンからね言われて、いいんだけど、テオ君嫌がんじゃないのかなって。いやいや、全然嫌じゃないですけど、やっぱこう世に顔出すっていうのが、そのそれこそ30人ぐらいに声かけられるとかっていう、ちょっとしたプレッシャーにはなると思うんですよ。何も考えてないんだよ。何も考えてない。何とか何だろう。気をつけてね、ちゃんと。大丈夫、斜め横断しないで横断歩道からちゃんと渡る。横断歩道からちゃんと。そうだね、大事だ、大事大事。本当にさ、見られてます。バレやすいしね、顔なんか。絶対でもいっぱいいんのよ。あんな、いや、笑い話いい？笑い話いい？ハードル、その前ちょっと、乾いたの？なんと乾いた。なんと乾いた。面白い話する前に一回飲んでね。横浜アリーナの時に、何人かに声かけられて、そのうちの一人が、サンドイッチマンと伊達さんですよ。サンドイッチマンと伊達さん。確かに。本当にありがとうございます。いや本当に今日もね、まあこれ来てるぐらいだから分かってると思うんですけど、今東京ドームが終わってきたんですよ。東京ドームで 4、5万人の前でハッやって帰ってきて、すごいね。入ってましたね。それ帰ってきてすぐ、すごいことだよ。横割りの外で、でも横割りの時もすごかったね。歓声、あの歓声を鳥肌立った。やばいっすよね。本当鳥肌立った。お互い緊張するんですけど、歓声がバーって上がると、こうむしゃぶるいというか、その緊張からのああ来たみたいな。むしゃぶ緊張してたよね。めちゃめちゃしてました。分かったのも見てて、あ、緊張したよ。いやでも俺本当に何回も思うのが、やっぱりあの長野でジンタ足折ったじゃないですか。ああいうのをやっぱ思い出すんですよ、大事な時に。そうだね。あそこで本当に命の分かれ目ぐらいの事件だったし、事故だったんで、なんかこうスカイピースで成功するたびに生きててよかったなって。いやでもね、あれがあったからこそ、いろんな、それも一つの勉強になってると思うし。そうですね、結果論でしかないっていう。本当にありがとう、お前にも出てきたわけだし。感謝感謝だからね。そうです、感謝感謝。前急にですね。本当に今日は横ありも見に来てくれて、今日も動画出てくれてありがとうございます。本当にありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。伊達さんです。最後まで見てくれてありがとう。よかりに来てくれたゲストの皆さん、ありがとうございました。やっぱり親から聞く言葉とか、友達から聞く言葉とか、すごい大切だなって思いました。次回のスカイピースはカルマと、どこだっけ、あー、焼肉屋さんで帰れませんか。次回もお楽しみに。